バクソ自転車での移動式、バクソ屋台バクソ内しは、バソとは、牛肉のすり身から作られたミートボール内いは、ペースト状のインドネシア料理。中国料理における、ビーフボール、フィッシュボール、ポークボールなどと食感が似ている。バクソは、牛肉と少量のタピオカで作るのが一般的だが、鶏肉、魚、エビなど他の食材から作ることもできる。バクソは、ビーフブイヨンのスープ。 中華麺やビーフンの麺、塩漬け野菜、豆腐、卵かイラもやし、インドネシア風シューマイ、蒸した、餃子、揚げた、ワンタン、揚げた、エシャロット、セロリといった食材とともに、丼で提供されるのが一般的である。バクソは道端の屋台からレストランまで、インドネシア全土で目にすることができる。今日 様々なタイプのバクソの既製品が冷凍食品としてインドネシアのスーパーマーケットで日常的に販売されている。スライスしたバクソをミーゴレン、ナシゴレン、チャプチャイに気持ち程度を混ぜることもある。他のミートボールのレシピとは異なり、バクソの場合は硬くて密集度が高く、均質な噛み応えがするが、肉のすり身の中でミオシンの重合反応が起きているからである。 バクソという名称は、ニクスを意味する復権語の発音バックソウに由来する。このことは、バクソが、インドネシア中華料理に起源があることを示唆している。今日、バクソの行商人のほとんどが、スラカルタにほど近いオノギリアマラン出身のジャワ人で、ある。中部ジャワ州のスラカルタに由来する、バクソソロと、東ジャワ州のマランが、起源のバクソマランは、 最も人気のあるバクソのバリエーションである。マランではバクソバカルも有名である。インドネシア人のほとんどがイスラム教徒であることからバクソは牛肉か牛肉に鶏肉を混ぜたもので作られるのが一般的である。バクソ遺憾、魚肉でできているバクソに似たミートボール料理は中国式の各種ミートボールと同様タイ、ベトナム、 シンガポールといった東南アジア各国の料理に見られる。この料理はまた、ベトナム料理における、ミートボールの入った麺とスープの料理である、フォーボービエンに似ている。ベトナムでは、フォーは、麺スープを、ボービエンは、ミートボールを意味する。フォーボービエンは、ベトナムにおけるフォー料理のバリエーションの一つである。フィリピンでは、ミートボールは、アルモンディガス内紙は、ボラボラと呼ばれており、 ミスアという焼いたニンニク、カボチャ、ポーククラッキング入り麺スープ料理に入って提供される。ボラボラはこんがりきつね色になるまでとろ火で煮るかフライパンで揚げたものである。これに対してインドネシアでは多種多様な爆素が発達しており、形や大きさ、原材料、具材によって異なる。インドネシアではしばしば放射が保存と噛み応えのために、 牛肉のすり身を減らして添加される。結果として、バクソはインドネシア医薬品食品監督庁によってしばしば不健康な食材としてリストアップされている。また、同国の消費者保護局は、バクソの過剰な摂取は今後5年から10年の間に肝臓癌を発生させるリスクがあると警告している。そのため、インドネシアのスーパーマーケットや 伝統的な市場で販売されている冷凍爆素は放射が無添加であることが求められている。ありがとうございます。